小屋義隆は、戦前日本の政治家。岐阜県江那市出身。小屋家は、典型的な地方の名簿家であり、義隆の父、善造も衆議院議員を一気務めた。明治大学法律家卒業。大井町議会議員、所得税調査委員を経て1915年第12回衆議院議員総選挙で、無所属で立候補し初当選。 当選後立憲同士会に入党。その後憲政会立憲民政党に所属。1928年の第16回衆議院議員総選挙に落選したのを唯一の例外として1942年の翌3選挙まで連続9回当選した。加藤公明内閣及び第1次若月内閣で鉄道参予官を務めた後、 1931年1月、民政党総務に就任し、同年4月には、第2次、若月内閣の内務政務次官となった。その後、民政党を離党し国民同盟の総務を務めたが、国民同盟を離党して、民政党に復党。政党解消、大政翼賛会発足後は、翼賛議員同盟、翼賛政治会、第二本政治会に所属し、 翼山選挙では、翼山政治体制協議会の推薦を受けて当選。1945年3月10日の東京大空襲で、焼夷弾の直撃を受け65歳にて死亡。古屋の政治家としての業績は、高山本線大田線明治線及び旧正な中学校の開設に尽力したことが挙げられる。長男、徹は、元自治大臣で、次男、 シゲルは、数学者。政治家の子や刑事は孫。ありがとうございます。